回のイベントの絶妙な中2タイトル、開かれし紺碧の砂箱だけど、このタイトルを読み解くとアズーレンの世界観のヒントが隠されていると思うんだよね。まずは砂箱はどういうことかというと、砂箱でググったら、砂箱とは主に北海道などの雪や氷によって自動車や人が滑ることが想定される道路の脇に設置されている防滑材かっこ砂や凍結防止材、溶接材を配置しておくための箱であるとウィキに記載してあります。はぁ？って感じだよね。これでは関連性が全くない。そこで砂箱を英語にしてサンドボックスで調べると違う意味のものが登場します。サンドボックスは外部から受け取ったプログラムを保護された領域で動作させることによってシステムが不正に操作されるのを防ぐセキュリティ機構のことを言う。こっちの意味じゃないかな。つまり今回のイベントのメインであるコード G はセキュリティの面を持つ。システムが不正に操作されるのを防ぐってのは、精錬によって不正に介入された指揮官目線の時間軸、この時間軸を精霊に操られるのを防ぐのがコード G ってメッセージと読める気がするね。ちなみに紺碧っていうのは深く濃い青、コード G のイメージカラーではないので海の色のことを言ってるのかなって感じかな。もしかしたらコード G と関係なさそうな紺碧という単語をあえて持ってきているのは別作品の紺碧の艦隊を意識しているのかもしれないね。この作品を簡単に説明すると、山本五十六が戦死の際、元にいた世界と微妙に異なる世界に転生するんだよね。しかもその世界は戦死した時点より38年前の過去の時間軸、いわば過去に戻って前世と同じ悲劇を繰り返さないため未来を変えていこうっていう内容の話。今の時点では考察に過ぎないけど、アズーレンでも同じような理由で精霊が襲来してきたと思っています。紺碧というワードを使ったのは紺碧の艦隊を連想させるためのヒントなのか。ちなみにこのイベントで難しい語りでモビーリックが登場するけど、紺碧の艦隊にもモビーリックの名称が登場します。紺碧艦隊と言われる既得潜水艦隊、姿を見せず1艦隊をまとめて殲滅するため海外ではモビーリックかっこ X 艦隊と呼ばれているね。紺碧の艦隊をやっぱり意識してるのかな。アズーレンならやりかねないと変な列車にはあらない。そして指揮官がいる時間軸にやってきた精錬は実験を始めるんだよね。力を少し与えて、その力、技術をきっかけに将来宇宙文明国に対抗できる技術力まで到達できるかどうか。精錬の目的は過去の人類が未来において宇宙文明国の襲来を受けた際、人類が宇宙文明国に対抗できるようになること。わかりやすく言うと、私たちがもし宇宙人から襲撃を受けたらかなわないよね。だから現代技術を持って戦国時代にタイムスリップして戦国武将に戦いを挑む。ちょっとどこの戦国自衛隊ですか指揮官、エロがいけません。エロくねえよ。そして戦国時代の人はどうにかして現代技術に勝てるように必死になるわけじゃん。そしてもし戦国時代の世界で現代技術を持つ敵に勝つことができれば、戦国時代の人間が現代を超える技術を手にすることになる。そのまま時間が進んで技術をさらに磨いていけば、数百年後の現代軸になったその介入された世界の人間は宇宙人に勝てる技術水準にあるかもしれない。これが私の考察っていうか妄想だから、過去の人類に介入するんだよね。そして精錬が再現された戦争を観察するんだよね。表面回帰という実験場で同じことを何百何千回と繰り返す。基本的には同じ結果しか起こり得ないはずだけど、中にはイレギュラーな結果が起こる。そのイレギュラーな結果を選択して時間を進めていくことで、将来の人類を宇宙文明国に対抗できる人類に進化させるようにしてるのだと思います。艦船たちは一度しか経験していないと思っていても、その経験は実は何千と同じことを繰り返して選ばれた事実という可能性があるということですか。ちなみにコード G の考え方のヒントはイベント闇に落ちた青き翼が確認できるんだよね。おそらくコード G が未来の指揮官と思われる人物に向けて訴えているセリフなんだけど、コード G は正しい道というしっかりした理念を持っているんだよね。もし人類側がその理念、理想を捨てた道を進んだとき、指揮官は止めてくれますかと。そして未来の世界の決定は過去の人類に介入して世界線を強引に変えるというもの。
これは過去の人類にどんな犠牲が出ても構わないという前提で、おそらくコード G の理想とは真逆のもの。つまりコード G が過去である世界にやってきたのは、犠牲を厭わず進化させる精錬を止めるため、そして未来の指揮官につながるであろう指揮官を探して間違った未来を修正してもらいたいのでは。審判者はオースターという人物であることが判明して、指揮官とは別の人だからね。以上の妄想を踏まえて、もう一度今回のイベントのタイトル開かれし痕跡の砂箱について考えると、冒頭の妄想が正しいとすると、痕跡の艦隊のような過去に転生したものが未来を変えるべく奮闘するセキュリティ機構、それが開かれし痕跡の砂箱の意味するところかな。おそらくコード G のことを言っているのだと思うけど、もう少し詳しく話すと、中層プログラムに対抗できる何かを設置完了したとあるよね。砂箱とはこのことかな。サンドボックスとはシステムが不正に操作されるのを防ぐセキュリティ機構とのこと。アズルレーンにおいて不正に操作されるのは精霊に介入された過去の世界線。これを阻止するために理想を捨てずに未来をいい方向に持っていこうとするのが過去に転生してきたコード G なんじゃないかな。未来を変えるのは精霊と共通の目的だけど、犠牲を厭わないか理想を守るかで手段が変わるようだね。最後に今後の展開を予想しておくと、詩人オブサーバーレイが語っているモビーディックの下り、要は本の中の登場人物は自分たちの結末を知らないけど、読者である私は知っているぞってことなわけで、オブサーバーレイは結末を知っているから客観的目線でいるんだよね。この世界について置き換えると、オブサーバーレイは自分たちが過去の世界に介入したことで、過程はどうであれ最終的に人類が行き着く先は知っているわけだよ。どんな手段を使ってでも精霊が介入し続けていい結果を選択していくことで理想とする未来に行き着くようにするだけだから。でも今回で歴史の鎖が打たれたわけだね。これによってオブサーバーレイが確信している希望である結末が変わる可能性がある。その鎖が砂箱であり、コード G は自分流の結末を作ろうとしているのか。それを阻止するために新たな精霊も出てきたわけだし、コード G 絡みの展開が進んでいきそうだね。今回のイベントはいろんな頻度が詰まっていたね。これからますます熱い展開が待っていそうで楽しみだよ。というわけで今回の妄想は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。あなたの登録でモチベーション、チャンネル登録お願いします。